ちゃんの声でかいよ。場所と同じザ・クレードルという境にある
お店でライブをします。あの3月13日はその私たちルルノルの、 あの元となったルルノルニューというコンセプトカフェがあるんですけど、そちらが1周年記念ということで、ルーモルミールさんのキャストさんと一緒に私たちも一緒にパフォーマンスをするので、3月13日絶対開けて皆さん遊びに来てください。お願いします。お願いします。私まだあるんだよね。そうだね、3月22かな。はい、もう昨日からチケット発売されてるので、21日の方はそうですね、あの私たち今衣装じゃなくて私服という私服の勇士だけテーマを決めて私服であのアイドルロゼライブなんてロゼライブするんですけど、うん、普段はあの箱でやってる時はあの衣装を着てやってるので、その衣装を皆さんに見てほしいし会いに来てほしいので、絶対アコライブも見に来てください。お願いします。その時は物販もあって、皆さんと席とかあのツーショットとかピンショットとか撮ることもできるし、サインもかけることができるので、ぜひ私たちの席を集めてツイッターにいっぱいあげてほしいです。お願いします。お願いします。お願いします。じゃあ次の曲にそろそろ行きたいと思います。あ、自己紹介忘れてたね。あ、何だろうって言ってみたの。あ、そっか、うん、じゃあ、 あの私たち色今なんか緑多くねっていう感じなんでとりあえず自己紹介だけで、あの次に行ってみたいと思います。はい、私青色担当の草薙芽衣です。お願いします。はい、ピンク担当ムーです。お願いします。はい、オレンジ担当こちらのミヤです。お願いします。はい、レモンイエロー担当の日野下リーです。初めて知ったの。レモンイエローだった。初めて知った時だけレモンイエローらしい。レモンイエロー担当です。黄色って言ったらダメですよ。レモンイエローって怒っちゃうから。青色、ピンク、オレンジ、あの紫、あのレモンイエロー、レモンイエロー、レモンイエロー、レモンイエローね。レモンイエローです。レモンイエローらしいんで皆さん覚えてください。じゃあそれでは次の曲に行きましょう。Good night, おてんばガール。
サネサニサみんなみんなこの手遊ぼうあっぱれ。だって東京都だけはキラキラビューティフルレディ、シンデレラクロスのプリンセス、私だけを見て、お二人に答えていきたいと思います。